まあこの選手は最近ではですね、ソウルオリンピックの金メダリストである金カンス、金光前と戦ってですね、もうラストラウンドで逆転 KO しましたね、はい、ああいったようにそのいいものを持ってるんですね。まあローランド・パスカーにタイトル取られてからこうしてまたそのタイトル取り返してですね、防衛を続けてるんですけど、これが3度目の防衛戦になりますね、はい。まあ、小柄なサウスポーでですね、右でも左でも戦えるスイッチヒッターですね、はい。さて、今日このゴンザレスに挑戦しますのがですね、まあ、日本のファンにもおなじみの選手だと思いますが、タイのナパキャットワンチャイですが、この選手も紹介していただきましょう。そうですね、ナパキャットワンチャイは日本でもう4度戦いましたね、最初井岡選手に挑戦して、その時は WBC インターナショナルのチャンピオンだったんですけど引き分け、はい、その次の試合で勝ってですね、最後の井岡選手との第3戦目、これはもう TKO 勝ちだったですね、はい。その後ですね、韓国行ってチェ・ジュンファンですね、この選手にタイトル取られたんですね。ラストラウンド TKO 負けだったと思いますけど、そのチェからですね、大橋がタイトル取ったんですね。そして大橋の初防衛戦の相手としてそのナパ選ばれて日本に来ましたね。この時も前線したんですけど、やはり大橋の強打の方が勝りましたね。サウスポーのですね、まあ好打者って言いますかね、当てるのがなかなかうまいです、はい、この選手はね、はい。で、メータイ、キックボクシングの経験もあるそうですし、この選手はなかなかそういう意味で、日本には馴染みのある選手ですね。はい、今もお話がありました井岡選手がですね、その後 WBA のジュニアフライ級のタイトルを取りました、これはもう皆さんご存知だと思いますけども、浜田さんどうなんですか、はい、選手として、はい、今までこうライバルして戦ってた選手が違うところで違うタイトルを取った、その辺ちょっと意識はするんでしょうかね。そうですね、やっぱり一度やった相手のことは常に気になりますからね、まして2階級制覇したということになると、それはやっぱりライバル意識出るかもしれないですね。そうですか、はい。その辺小泉さんはどう考えてますか。ナパの場合ですね、今ボクサーを続けることでですね、気持ち精一杯で井岡のところまでことまで考え及ばないんじゃないかなという気もするんです。そうですか、うん。と言いますのはね、私は米倉会長とタイへ行って、はい、ナパを大橋とやるようにその一生懸命引っ張ったんですね。その頃自分はもう辞めるんだと、歌手になるんだと、でナイトクラブで歌手なんかやったらしいんですね。ところがその道では成功しなくて、ボクサーに戻って、そして大橋とやって、で大橋に負けた後ですね、2度 TKO 勝ちしてるんですね、はいはい。だからやっぱり歌うよりリング上がってそのボクシングしてる方がいいみたいですね、ナパは。まあそういう現地での調査もありました、その辺この試合ではどういう結果になりますか、ちょっと期待して見てみたいと思いますが、この試合はですね9月の14日アメリカ WBC 世界ジュニアフライ級タイトルマッチ、チャンピオンウンベルト・ゴンザレス対ランキング8位ナパ・キャット・ワンチャイの対戦です。15 wins, 2 losses, 1 draw with 8 wins by way of knockout. He is ranked the WBC number 8 mini flyweight contender. Introducing Napa Kyatwanchai. チャレンジャータイのナパ・キャット・ワンチャイです。ちょっとアナウンスミスですね、あとご指摘します、はい。He is wearing yellow trunks with black trim and hailing from Nesa, Mexico. He weighed in the same weight of already 108 pounds. His outstanding record includes 33 wins, only one defeat, with 25 big wins by way of knockout. He is the WBC mini flyweight champion of the world, known as El Pequeño Gigante de Nesa, Humberto Chiquita.人気者のチャンピオンのウンベルト・ゴンザレスです。そしてレフリーはヴィンス・ベルガド。どの辺が違っていました。今ミニフライ級の8位って言いましたよね。ミニフライ級っていうのは日本でいうストロー級ですよね、はい。なぜかっていうとですね、メキシコではあるいはスペイン語ではミニモスカっていうんですね、はいはい、ペソミニモスカ、それがジュニアフライ級なんですよ。ミニモスカっていうのはジュニアフライ級って訳さないといけないのに、ミニフライ級って訳したから、それの勘違いが一クラス違った感じになったんですね、はい。さあ第1ラウンドが始まります。
ちなみにあのメキシコのナショナルタイトルですか、はい、あの国内ランキングではストロッキーはないんですね、はい、ジュニアフライだけなんです。ミニモスカまでです、ね、はい、WBC 世界ジュニアフライ級のタイトルマッチです。ゴンザレスとナパ、ゴンザレスが金色のトランクスを履いています。左側の選手です。そして、白とグリーンのベルトライン、あ、ベルトラインではないですね、サイドラインが入っているのがチャレンジャーのナパ・キャットマンチャイ。指を出します。こうやって見ると体の大きさ、まあ、肩幅の大きさだいぶ違うように思いますね。そうですね、だいぶやっぱりゴンザレスががっちりしているように感じますよね。身長はナパのがあります。センチで言いますと2センチちょっとですか。あ、そうですね、深いですね。左から右、背中を見せていますナパ。左を伸ばしました。ナパが158センチぐらいですね。そしてチキータが156ぐらいでしょう、はい、小さいですよね。そうですね、左に持っていきます。背中、チャンピオンゴンザレス、バンクルアスの館、グレートウエスタンフォーラム。今スイッチしましたね、これ右になりましたね、はい、スイッチヒッターゴンザレス、またサウスポーですね、はい、アッパーをついて、そして右、非常に力強いパンチを繰り出してきますゴンザレス。ボディブローを放ちます。飛び込んできました。チャンピオンゴンザレス、浜田さん動きどうですか。ちょっと綺麗なところありますね。あ、あ、また左、これ効いてるか。効いてますね、効いてますね。ニュートラルコーナー、さあ最後のパンチです。チャンピオンゴンザレス連打、一旦離れます。いいパンチが左入りました。おっとクリンチに行きますナパ。チャンスになった時にゴンザレスらしさが出ればいいんですね、はいはい、一旦身を沈めますゴンザレス。おっとダウン、ダウンです。左ストレート、ダウンの前の左ストレート、それが決めたね。第1ラウンド、しかしすぐに立ち上がりましたナパ。キャットワンチャイ、カウントが入ります。そして止まりました、続行です。残りわずか、さあゴンザレス残りわずかです。第1ラウンド、最後のパンチ連打します。逃げますナパ、クリンチ、クリン、ここでゴングです。懸命にクリンチに行ったところでゴングが鳴りました。第1ラウンド終了です。10対8ですね、はい、チャンピオンダウンを奪いまして10対8、第1ラウンドを取りました。チーフセコンドに入ってるのはポンパンソーパーエダイですね、はい、かつてあのジュニアフェザーで活躍した選手ですね、はい、さあそのダウンのシーンご覧いただきましょう。これが効きましたね。おほう、その後のパンチよりもその前のパンチが効きましたね、はい、そうですね。さあ、あと第2ラウンド開始早々、今のはバランスを崩しました。効いてるんですよ。あ、なるほど、効いてるんで、はい、自分で空振りしてダウンしたわけですね、はい、しかしダウンは取っていません。スリップダウンですけど、はい、効いてるからああいったスリップダウンするんですね。あー、さあ構成です。もう初っ端からいい感じで攻めています。ウンベルト・ゴンザレス、左、そして右、左のアッパーを突き上げます。向こう側ゴンザレス、大丈夫でしょうか。第1ラウンドのダウン、ダメージがまだ先ほど残っていたような感じだったんですが、背中を見せていますナパ。左を伸ばします。そして右、右顔面にヒットしましたナパ。しかしパンチが返ってきます。ダウン、うん、ダウンですね。あの左アッパーが当たって、はい、その後は倒れましたか。あ、ダウンですね、はい、カウントが入っています。ダウン、カウントが入っています。しかしもうすでに立ち上がっているナパ、今日2度目のダウンです。さあこれ一気に決めに行きます。ウンベルト・ゴンザレス、大丈夫に行きますね、右から左、非常に力強いパンチ、ね、ナパ、これはなんとかこうしのいでいかなければなりません。序盤です。身をぶつけていきます。そして左、今はサウスポースタイルのスイッチヒッターのウンベルト・ゴンザレス、ボディを叩く、そしてガードを下ろします。
いよったた。レストラト。頭をつけていきます。そして接近戦。ショートアッパーを使います。入れ替わりました。ナパかなり苦しい体勢。これはスリップですね。スリップですね。いやカウント入ってます。カウント入ってます。ダウンを取りました。ダウンする前のパンチは効きましたけどね。それそのとちょっとあの押し倒した感じがありましたけど。はいはい。さあ試合続行されています。残り30秒。おっとまたダウンか。カウントが空いています。ダウンです。ダウンです。通算これが3度目のダウン。やるか右下に連打。膝から崩れ落ちました。そしてレフリーが間に入りました。試合が決まりました。ナパーキャットワンチャイどうしようもありませんでした。ウンベルト・ゴンザレス第1ラウンドから素晴らしい攻撃を見せました。立ち上がることができないんでしょうか。パワーが違いすぎましたね。素晴らしいパワー。1回級も2回級もあの体が違うような感じしましたからね、はい、Ladies and gentlemen, we have the time 2 minutes 48 seconds in round number 2. The referee in charge, Vince Delgado, stops the contest. The winner by way of knockout, El Pequeño Gigante de Nissa, and still champion Humberto Chiquita González. González, 素晴らしい速攻を見せました。このタイトル3度目の防衛に成功しています。久々にゴンザレスのパワーが全開といった試合をご覧いただきました。2ラウンドナパキャットワンチャイをマットに沈めています。小泉さん、時間の確認ですが2ラウンド2分48秒48秒ですね。 TKO ですね。はい、 TKO ということになりました、はい、まあ試合開始早々からすごい打ち合いになりましたが、打ち合いといってももう一方的だったような気がしますが、浜田さんに聞いてみたいと思います。浜田さん、いかがでしょうか。そうですね、ゴンザレスがどういうボクシングするのか、ナパがどういったのボクシングするのか見ようと思う前に終わってしまいましたからね。もう技術的なことを言うよりも先に力パワーが違いすぎましたね。小泉さん、どういう印象ですか。だからあのナパはですね、原力あったのかもしれませんけれど、やはり体見るとですね、ストロー級ですね。だからあの相手が強すぎたということですね。はい、まあ、今あのストロー級という言葉が出ましたが、浜田さん、はい、そのストロー級時代のですね、はい、ナパの良さがちょっとこの試合は出ずに終わってしまいましたよね。スピードですよね。スピードでそれでパンチ当てるのも重かったしですね、はい、そういうところ出るあの、まあ、やっぱり体が違うんでそういったところ出さないと勝てなかったでしょうけど、出す前にも出す以前の問題です ね。もう馬力力が違いすぎましたね。という浜田さんなんですが、小泉さんはそのストロー級とあえて比べるんだったらやっぱりどの辺がどう違うんでしょうね。まあ、あのゴンザレスっていうのはですね、ジュニアフライ級でもパンチのある選手ですからね、はい、この前半をうまく乗り切ればですね、ナパはやはりその持ち前のうまさを発揮したと思うんですね。あ、これでもってあのナパが終わったとは私は思いませんね。ちょっとこの試合のきっかけをつかみ損ねたと、はい、言ったような感じなんでしょうかね。まあ、ロッキー・リン選手もですね、はい、あのリカルド・ロペス選手にですね、はい、2ラウンドをそのノックアウトされましたね。なんか早く倒されるといいところ見せないまま相手のいいところが見えてそれで負けますからね。それもってちょっとまあ判断するのはちょっと酷なところもありますね。そうですか、はい。はい、まあ勝ちましたウンベルト・ゴンザレスはこれで、このタイトル3度目、そして通算しますと8度目ということになるんですが、ゴンザレスのですね、今後のスケジュールということになりますと、小泉さんどうなんですか。あのゴンザレスは二股かけてるんですよ、はい。まずあのフライ級1位ですね、 WBC に、はい、そのイサヤス・サムディオっていう NABF のチャンピオンがいるんです。この選手はユーリあの選手へのですね、あの指名の権利を持ってるんですね、はい、ところゴンザレスとイサヤス・サムディオで戦ってそのユーリへのですね、指名挑戦権を争うっていう話が一つなんですね。もう一つはですね、 IBF そのジュニアフライ級チャンピオン、今日の試合も来てましたけど、マイケル・カーブハルとの統一戦ですね、両方並行して話し進めています。
っちにしてもなんか面白そうですね。面白そうね。はい、はい、分かりました、ということでチャンピオンのウンベルト・ゴンザレスがナパーキャットワンチャイを2ラウンド KO TKO に下しまして、タイトル防衛に成功した試合をご覧いただきました。